どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレ、今回はガズモデルの試作品をまた使いまして、いろいろな曲に挑戦してみようと思います。さあ皆さん、音楽始めましょう。今回のテーマソングはドーン、日向坂46の君しか勝たん。こちらの曲、ちょっとキュンと切ない失恋ソングなんですけど、なぜかちょっと元気いっぱいになる、パワーをこうガッとこう音楽に込めて歌っていきましょう。 いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、入門コード5つでやりましょう。後半はかっこいいバージョンです。ここにはやっぱりね、もうドライブ感抜群のもう疾走感満載のねリズム、これを加えましてですね、かっこよくやってみようと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くの最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるこのガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたかったけどなかなかチャンスがなくてという方とか、楽器一回チャレンジしたんですけど難しくて挫折しましたみたいな、そんな方があっという間にウクレレを弾きながら歌う弾き語りができるっていうプログラムがございます。このプログラムを見て、今もう全世界中の方がもう何十万人とガズレレで音楽始めてますよ。もう皆さんもすぐできますから、簡単ですからね、始めていきましょう。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けます。このリンク先に飛んでいただいて、上から順番に YouTube 動画を見てウクレレ触っているだけであっという間に本当にすぐにできるんですよ。はい、どんどんやっていきましょう皆さん。はい、じゃあここですよ。ここから音楽始まります。はい、いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこにはですね、今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾き語りできるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1600曲以上もアップロードされております。皆さんの曲もね、いっぱいあると思いますから、いや、探してみてください。それでは早速やっていきましょう。日向坂46、君しか勝たん。ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、1、2。そんな切ない、切ない。そんな切ない切ない。
ズレレレシンプル簡単バージョン、ゆっくりですね、やってみました。ちょっと長いですけど、これでもだいぶショートカットアレンジさせていただいております。フルでやってみたいなという方、今やったね、コード進行、1番のコードを参考にして2番の歌詞を書き加えて、オリジナルの楽譜を作ると、こうフルコーラス。できるようになると思います。全部やってみたい方はちょっとやってみてください。それまずはですね、今やった初心者簡単バージョンカズレレゆっくり、あの動画に合わせて演奏してみるのを、おすすめします。コードは簡単だったでしょ。これ結構ね、この曲入門者、ウクレレ始めたばっかの方でも比較的これ取り組みやすい曲じゃないかなと。歌もですね、すごくわかりやすいシンプルな曲なんで、この曲でね、ウクレレのこう、いろはを掴んでいただくのもすごい最高だと思います。まずは、今も言ったように、ガズレレシンプル簡単バージョンの動画と一緒に合わせられるようにコードとね、歌詞出てますからやってください。一緒にできるようになった方、おめでとうございます。ここまででもすごいですけれどね。はい、じゃあ次のステップに行きましょう。次のステップは何かというと、今度はご自身だけで音楽を生み出す。 YouTube 動画と一緒じゃなくて YouTube 動画を見ずにね、自分だけでリズムとか音楽を生み出す。これをねやってもらいたいんです。これは最高なんです。最初のうちはそれでもやっぱ楽譜を見ながらねやった方がいいと思います。覚えちゃって、いずれ覚えちゃってなんかね大空の下でこういう曲歌うと気持ちがいいんですけど、まずは楽譜見て一生懸命練習するとかいいと思うんですけど、楽譜ってじゃあどこにあるんでしょうとか。はい、そうですよね。安心してください。これ、今ね、これ見てください。君しか勝たん、はい、日向坂46。これガズね、このノートを見ながら今演奏しました。今日ここ1って書いてある。今日2枚にわたってますよ。結構長いんですけどね、テンポが早いんでね。はい、でもうちょっとしたらこんな風にあのカメラに映して、皆さんもこんな風にメモっていただくとすごくいいですよってシェアしようと思うんですけど、今もうめちゃくちゃ便利なサービスが始まってます。これです、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の君しか型を組む、ガズが書いて書きまくってきたもう膨大なノートに書いた楽譜のね、もうストックがあるんですよ。もう膨大です。その中から皆さんがやってみたいな、面白そうなと思った曲、毎月5曲お手元にダウンロードしていただけて、すぐには YouTube と連動してますから、ね、当然すぐに練習に入っていけるぞという画期的なサービスなんです。でこのガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としてはガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ、このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加でテーマ曲が毎回決まってて、めちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくで、もうわーってね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さんガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てる、ここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回ライブ配信をしながら、ウクレレのリズム練習、基本リズム練習も、なんか千本ノックみたいなやつですね、とか面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このカズレレ大学は結構ね、こう、真面目ですよ。真面目。トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとカズレレ大学、ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやる、なんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学は、ちょっとアカデミックに、お勉強の場所になってますね。キャンパスライフ、みたいなね。まあ、これ面白い。二つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと、ね、概要欄にこの二つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝、ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してます。どなたでも無料で、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも、概要欄に書いておきますんで、チェックしておいてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。君しか勝たん。日向坂46、これ1枚目です。ここに道って書いてあるんですね。はい。で、こう見ていってほしいんですけど、結構、その、コードは見てください。もうめちゃくちゃ。シンプルでね、簡単に。だって今日入門コード5つですからね。これは嬉しいやつ。はい。そして、やっぱ歌の感じですね。キーポイントとなるのは。この小節をまたぐところとか、よく聞いて、練習してみましょう。じゃあこれ、こうやって映しとくんで、一時停止して、皆さんノートに書いてください。それか、あるいは、デモ演奏中の動画のテロップを書いていただくのもいいと思うし、それとね、先ほど紹介させていただいたガズクラブで、このデータそのものをお手元にダウンロードしていただくのもすごく効率的かなというふうに思います。まあ、どっちなんですよ、楽譜用意していきましょう。はい、じゃあ一時停止。はい、ここ感想ですね。はい。じゃあ、こんな感じ。はい、ここ、A メロです。ここら辺の言葉のタイミングとかね、なかなかこう、結構なかなか奥が深いですよ。はい、よく聞き込んで、メロディーラインとかね、覚えていきましょう。
はい、で、ちょっとここのね、B ブロックなんですけど、ここがちょっとね、ここ、下に、と、なんかいろいろ書いてある。これ、後半やるかっこいいバージョンのこの弾き方の解説と、ここ見てもらいたいんですけど、今、上の段はシンプル簡単バージョン。下の段はね、これちょっといろいろ書いてあるんですけど、ここ、決めみたいな感じで入るんですね。これ、後半のかっこいいバージョンでは、ここ、かっこいい決めが入るんで、後でちゃんと紹介していきます。はい、そしてここまで来たら次、2番目のサビですね。こっち側に飛びました。はい。はい。ここまで、こっからここまでが一応2番目のサビという感じで、感想とね。はい、そしてここブリッジパートで、サンデーこういう曜日になって、ここがね結構なんか爽やかな、ね、1週間あ1週間いろいろあるぞみたいな感じでこれ、ね、1週間盛り上げていきましょう。そしてガズレレのアレンジだと、ここからまたサビ1に戻りますと。サビ1っていうことはこの最初のやつですね。はい、そんな切ない切ない瞳でってやつね。ここに戻るんですけど、この最後、この間奏のところのこの一番最後のこの部分だけをラストのこのコードに、途中で決めがありますって言った、決めみたいな感じでやろうと思うんですけど、ちょっとこの辺はね、動画のテロップを見ながら、ご理解いただければいいかなと思います。ここのフレーズと、ここのさっきのね、これ決めのフレーズって一緒なんですよね。それを最後に一回ちょっと加えたというふうなイメージです。はい。じゃあ出てくるコードを紹介していきましょう。見て、今日入門コード5つですよ。C と Am と F と Dm、G7。やったー、これ嬉しい入門コード5つ。これはね、本当にガズレレではもう超おなじみのコードです。まあでもコード5つなんですけど、今日はもうせっかくなんで、セットで紹介したい、方たちがいます。これです。ドン。ガズレレ必須コードです。はい、このガズレレ必須コードって一体何かというと、ウクレレを始めようかなと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード。10個のグループなんです。10個もあるのと思うかもしれないんですけど、安心してください。入門コードだから1個ずつ見たらどれもめちゃ簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思うとね、もうどういう指だっけや、なんで呼び方だっけでごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられちゃうすごい動画撮ってます。ここにリンク貼っておきます、ね。今日ここのね、リンク行って10個のコード覚えてもらうと、今日出てくる5つのコード、もうその中に入ってますからね。もう自動的に覚えられちゃうよということで、はい。この動画見て、ちょっとしっかりコードも覚えていきましょう。はい。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、いつもこのタイミングでガズが言わせていただきたいのは、ここでですね、今のシンプル簡単バージョン弾けるようになったら、今一度歌の確認をしていただくのがいいと思います。これ言葉がね、一個ずれただけでちょっとね、おかしくなっちゃうところあるんですよ。例えばですけど、サンデー失った時にマンデーやっと気づ、これね、言葉が一個ずれるともうね、ちょっと狂っちゃうんで、サンデー失った、あれおかしいみたいな、その、ちょっとの差でね、リズムがこう、なんかで、ね、ごちゃごちゃになっちゃうんで、その言葉のタイミングとメロディーを、今一度しっかりこれ4つ弾きで把握してから、これからご説明する かっこいいバージョンの練習に入っていくのがいいと思います。はい。じゃあ、かっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンもね、出てくるコードは一緒なんですけど、ちょっといろいろ変わることがあるんですけど、まあ、主には弾き方ですね。これはね、いいですよ。今日出てくるリズムはこちら、と8ビートのチャ。ということになります。で、ちょっとで途中違う弾き方も出てくるので、後で解説していきますけど、まず基本はこの8ビートのチャンで全部いきます。はい。この8ビートのチャンの弾き方、ここにリンク行ってください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという濃厚解説レッスン動画がもうすでにアップロードされておりますね。そこでじっくりやってみてください。今日はこれね、結構このリズムがね、この8ビートのチャで、そんな切ない、切ない、このリズムでこう元気を出してるとかパワーを出してる。歌詞だけを読むとちょっとやっぱ別れの歌なんですけど、そこでこうなんかただ別れて寂しいんじゃなくて、こう力強さが表現されているかなと思ったりなんかします。はい。でですね、曲の流れでちょっと紹介していくと、B メロでね、ちょっと違うリズムが出てきたりとかするんで、まあ流れでちょっと解説していきましょう。まずサビからこの曲始まるんですけど、先ほども言ったように、まあ、8ビートのチャでも元気もりもりのパワフルな感じ。切ないんだけど、このグイグイ力強い感じで、いきたいんですけど、このパートの一番最後のところで、君しかカーターンのところで、ちょっとね、決めみたいなの入ります。ちょっとやってみましょうか。ごめんね。僕がいけないんだからやりましょう。僕がいけないんだ。君しく君し。ダダダ。カーターン。このダダダで3回弾いたら止める。ダダダ。できればカッティングを使って、左手で、今見てて。左手で音を止める。これカッティングなんで、右でもいいですけどね。はい。とにかくこうビシッと、ダダダって止めるとかっこいい。このカッティングっていうのは左手でこう、
ップで止めたりとか、そういうこと技なんですけど、カッティングもさっきのリズムいろいろっていうところに解説動画が、濃厚な解説動画、レッスン動画載ってますんで、ちょっと興味あるなと思う方は、ちょっとカッティングをマスターしておくといいと思いますけど、ちょっと難しいですけどね。はい、ここで、ダダダと決めが入ります。で、その後も感想入って、A メロからずっと8ビートでチャっていくんですけど、今日一番キーポイントになるリズムが、B メロで出てくるリズムですね。これね、ガズはこの例え話としては、80年代、90年代の曲で、ドーン、トトン、ホー、ドーン、トトン、ホーってあるじゃないですか。カラオケボックスでこう盛り上がっちゃう。ドーン、トトン、はい、ドーンと、あれが出てくる。はい、ちょっとやってみます。B メロですけどね。ワン、ツー、スリー、フォー。いつでも、の前に、未来。こんな感じ。F でやると、ドーン、トトン、チャ、ドーン、トトン、チャ。はい。これ8ビートの仲間ですから。ダン、ン、ダ、ダ、ン、チャ、ダ、ン、ン、ダ、ダ、ン、チャ。はい。これ空振り大事ですからね。ダ、ン、ン、ダ、ダ、ン、チャ、ダ、ン、ン、ダ、ダ、ン、チャ。はい。これでいきます。で、その中でもまた決めが入ってくる。2拍3連の決めがある。同じとこから B メロやります。いつでも、の前に、未来があったし。はい。この、ダン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 。これ決めたいですね。もう一回。いつでも、未来があったし、言葉に合っている。はい。その後も、誰かが待っていたの。この次に、ドーンとこう大きい決めが入ってきますよ。いいですか？まずこのテロップを見てください。決めなんですけど、矢印マーク入ってますね。この矢印マークは、この矢印マーク。シンコペーションとリズムがズコーンと食い込んでくるよということなんですけど、ここ決めのフレーズなんで、ちょっとデモ演奏やってますね。誰かがから。誰かが待っていた。はい。いきます。F、C、D マイナー、C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 。ちょっとどん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 前に食い込むでしょ。F、C、D マイナー、スタタタタ。ここが今日一番難しい決めだと思います。もう一回ゆっくりやれば F から。ワン、ツー、スリー、フォー。タン、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 チャ、タタタタ。はい。F、チャ、C、チャ、D マイナー、チャ、C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  です。はい。ここはですね、で、ダダダダと終わった後、次のサビ、2番目のサビ。だけど、これ以上に続きますね。かっこいいです。これも、ダダダダの C で、ダダダダの時、左手でカッティングで止めると、さらにキレが良くなると思います。最初の決めと同じです。ダダダと同じですね。はい。この今のところのパターンが、そこかしこに結構出てきて、エンディングの一番最後、この曲の一番最後のところにでも、一回登場させるという。ここがキーポイントになる、フレーズだと思います。あとは基本的に簡単コードで、繰り返しのパターンになっていくんで、歌詞の内容とか歌のメロディーとか、そういうふうにいろんなところにこう注意を払いながらですね、この、失恋ソングなんだけど、ちょっとパワーを感じるような、そのね、日向坂46独特の世界観をですね、こう表現していくのがいいんじゃないかなと。プロモーションビデオを見てもらうと、なんかすごくその世界観がなんか伝わるかなと思うんで、ぜひね、見てね、その頭の中のイメージを持ってこの曲とか取り組むのいいと感情表現ですからね。はい、それでは行ってみましょう。日向坂46の君しか勝たん、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、ワン、ツー。そんな切ない切ない瞳で未来で表面張力いっぱい涙が溢れそうさ、ごめんね、ごめんね、全ては僕がいけないんだ。
ったの君しか勝たんガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。やっぱりこの8ビートの力強い疾走感のキメもね、やっぱこのデンツデンツデンツタタタタビシッとこう決めてかっこいい、この力強さより強調できると思いますね。で、失恋の曲なんだけどちょっと元気になっちゃう、そんななんか不思議な日向坂46 の、 ムードじっくりこう体現してやっていきましょう。はい、そしてお知らせなんですけど、こちら、ガズレレプロデュースのこのリュックサックです。これウクレレケースなんですよ。ここにプリント入ってる、これねコンサートサイズまで入るウクレレケースで、これねリュックサックにもなるけど、ここにもハンドルついて横にも持てるんですよ。で開けるとこういう風になってて、こう楽器用のね分厚いクッション材が入ってて、ポーチが2つついてます。こっちちっちゃい、こっちはチューナーとか入れたりとか、こっちの大きいポーチはカメラの三脚とか、これね譜面台も入ります。これを使ってこう中でねこう動くの防止、防止したりとか、いろいろといい機能が満載のこの 大ヒットリュックサック、残り少なくなってますんで、これ概要欄でチェックしておいてください。あと引き続きましてこの本、リットミュージックのこのシリーズ、今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですよね最近。はい、これがもう累計12万5千部の突破のもので大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんでチェックしておいてください。その他にもガズレレではいっぱいねグッズがあります。この使ってる、ストラップだとかキャップ T シャツ、夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいねガズレレグッズでさらに楽しいウクレレライフお楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。